おはようございます。画家の小木曽です。第158回の鬼高評価を始めたいと思います。この鬼高評価はすみません、前回分の前回というか156回から何回分音がめっちゃ悪かったと思いますけど、お許しください。音が良くなっていると祈ります。1万円ぐらいのマイクをつけております。この鬼高評価はおじさんが皆さん作品にあだこうだと言うていく企画でございます。今回4枚やっぱあるかな。こちらの方でございます。この方ですね、メガさんでいいのか、ペンネーム自画像かっこみかんかっこ閉じる F15 キャンバスアクリル、初めて参加させていただきます。自分が心地よいと思う世界を描こうと思い描いたつもりです。新しい映画間に合わず、今回は若い頃に描いた作品で参加させていただきました。旭川の居酒屋さんでご一緒させていただいたものです。これもう本当にあれなんですけど、その当日僕ホテルに着いてそのメールに気づいてあ、いいっすよって言って、ね、すごい近かったから、この方と二人で飲んでたんですよね。男性ですからね。男性は二人で飲んでもいいです。女性はちょっとまずいので、お友達とか誘ってきてください。で、できたらね、皆さん、そういう旅行った時は、前日ぐらいまでにメールいただけると、どこで、まあ、その後、僕、友人の、ここしか髪の毛ない、ショックで鶴瓶風の、鶴瓶さん風のね、お友達が来てくれたんですけど、それまで実は二人で飲んでたんですけどね。ずっと YouTube 拝見させていただいて、小木曽先生のお話をさせていただく機会で、めっちゃ緊張してありましたね。なんかめっちゃ緊張して、だから僕はずっとなんか喋ってたけど、これからも楽しみにしてますと。いや、面白いぞ。頑張れ。またぜひ書いて、すごくこう、何かを感じさせてくれる、雰囲気のある作品やなと思います。ね、キャンバスのこういう目とかの残し方みたいなのもすごく面白いし、ね、こういうところの残し方なんかも、こう薄くこうテレピンみたいなんでこといたような感じとか、垂れている感じとかも面白いし、これからこう楽しみやな、まあ、例えば有名なところで言うと、フランシスコ・ベーコンなんていうのとかね、ちょっとこう大敗的なイメージのかかって結構います。でこの方、見てくれはもう全然25歳ぐらいけど43歳、ちょっとね、うちの妻にも見せたらびっくりしました。写真見せたらえらい若く見える方やなっていう感じがしたんですけど、ぜひぜひ、続けていってください。で、まあ、若い頃なんで、あんまりこうね、今後どうなっていいか分からないですけど、ここにいる鳥なんかもいいですね。なかなかね、鳥なんかも描いてあるのもええし、構成がすごいちゃんとできているので、なんかこう、構成が、ね、動きがこう、画面のこう、動きがあって、こう、鳥がこっち向いているとか、でも人間はこっち向いているとかっていう、こう、ムーブマンっていうのが、実は自然とできているので、非常にそういうこう、構成をする力みたいなのも自然とあるかなと思います。で、まあ、どんな画材を今後使っていけばちょっといいかわからないけども、アクリルとかでも面白いかなとも思うし、うまいことビタビタとこうはまってきたら、公募展とかでも十分賞を取っていけるようになっていくんちゃうかなというふうに思いますよ。例えばここで描いているような線、ある程度強い線みたいなのとこの辺でこうちょっと曖昧な感じで描いているものとか、その辺を自分でしっかりコントロールして、もう言い切ってあげるっていうような気持ちで、もうこうやでとかこうやでっていう風にしていくように、こう技術力みたいなものも上げていったりとか、テーマ性みたいなですね、心地の良い世界ということを書いてあったけど、まあそれは何なのかっていうことを、もうそれは人それぞれでいいんですよ。もう好き嫌いなんて絶対わからないわけじゃないですか。でそれはそれでいいので、ただ自分にとってはこれが心地いいとか、これがそうやないとかっていう言葉でちゃんとある程度説明できる、言葉である程度外輪だけは説明して、絵でしっかりとできるようにしていくっていうことが理想なんですよね。で、なんとなくはでいくと、やっぱりなんとなくのものしかできないと思ってます。だから自分の中で常にしっかりとした言葉で伝えれるような状況にしておいて、でそれが変わってってもいいわけですからね。でもちょっとその微妙な部分っていうのは説明しきれへんなっていう時には、もちろん絵画というものを利用していくということやと思うんですよ。その辺ということで、全くもってこう放置したような、着てた T シャツが僕ええって、すごいいいねって気づいたもんね。そしたら自分でデザインしましたって言って、おっちゃんそういうの気づくでしょ。だから、ああ、自分のすごいやりたいことっていうのもすごい
あの世界観でちょっとアクリルかなんかで書いて、またね、あの少しこうマチエルとかで、ね、に凝って、ごめんなさいね、お互いしかわからない会話してますけどしてきてもええんちゃうかなとか思ったりとかしますので、よかったらそういうのとかもぜひぜひこうちゃん、せっかくね、あの旭川でね、まさかね6時ぐらいにこう宿ついてペッとメール見たら、あれなんか飲みたいですっていうのが来てて、年齢とかもよくわからんけど、あ、いいっすよとかって言ってね、もうその20分後ぐらいに会ったというね、そんな感じでしたけどね。あのぜひぜひこの調子でやって誰がいいかな、まあ分からんけど、石田哲也さんとかちょっと調べてみたら好きなんかもしらんなっていう感じがするから、石田哲也さんとか調べられてみてもいいかなとか、ウィー、あの本当になんか北欧の方ね、ノルウェーとかスウェーデンとかね、あっちのね、寒い地域とか結構こう、なんかやっぱ北海道やからかな、寒い地域の作家さんとかをちょっと調べてみたら、意外とこうヒットする作家さんとか見つかるかもしれませんよ。はい、すいません。5分も喋りまして。次の作品です。過失とか全然ないですよ。次の作品こちらでございます。どっか飛んでた。よし、こちら、永井あずみさん、カナダ・バンクーバー在住、アクリルオンキャンバス 20×24cm、インチ 50×60cm、グラジオラス、あ、うちにも咲いてるな、だいぶ前に描いたものなんで、今回投稿するにあたりかなり直しました。加湿しだすとキリがなく、前の方が丁寧に描けていてよかったかななんて思ってしまいました。でもこれが現在、今の私ですのでお送りします。鬼好評お願いしますということですね。確かにちょっとこう、なんか逆に描きすぎて勢いみたいなのがなくなってしまったんかもしれないなっていう感じはしますよね。加湿するっていうことは書き込むということよりも、あの意外と僕ね、引き算していくってことをしていっても面白いんですよ。どん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 こう書いていくということだけじゃなくて、今どっか一箇所ちょっと消してみましたよ。一箇ね、どっか消してみましたよ。どこ消したかわかりますか？どっか消しただけでこう印象が、絵の印象ってガラッと変わりませんか？点を点点ね、ガラッと変わりますよね。とかね、これ意外と面白いもんで、次どっか消しますよ。よいしょ。どこ消そうかな、どこ消そうかな、どっかを消しますよ。どっかを消していったらどうなるかわかりませんが、どっかを消して何かを足すという感じにしましょうか。どうしましょうか。何かを足すという感じにしていきましょうかね。よいしょ。何かをもう少し足してみよう。ピュッ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 。どちらかというとこういう引き算足し算みたいなのを、あ、どこか分かりました。ピュッピュッ入れ替わりました。何がしたかったかっていうと、今見た時にこういう、あ、赤、こういう動きとか、こうあったり、こうあったり、こう、いつも言ってるような、こう本当に感覚の問題とか、感覚っていうのは、こう隙間とかね、こういう感覚みたいなのを、どういうふうに見てらっしゃるかなっていうのが、ちょっとこう、あんまりこう意識がないなと思ったんで、あえてもうガラッとこうですね、変えてみたりとか、ね、ピッ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 とか、ね、この下の方になんか入ってる赤い色なんて、なかなかね、いい感じじゃないですか。あら、どっか行ってしまった。どっか行って、ここ抽出できんな。よいしょ。この中素敵な、このなんかチュッと入ってるこう赤みたいなのがなかなか僕なんか効いてるなと思うから、もう少しこう画面の中で赤をちょっと差し込んでみたりとかっていうことをしてみたりとか、こういうこと意外とこうだいぶ印象変わるでしょ。だからそういうこうなんかこうただ書き込んでいくぞというだけじゃなくて、いやいやちょっと引いてあげようかなみたいなことをしてみたりとか、なんか長い線がとか大きな面がビーンってこう置いてあるとか置かれてみるとか、意外とそんなことなんですよ。意外とこれに気づけるかなと。で、これ印象違うでしょ。良くなったか否かっていうのは知らんです知らんけど、これだけ背景のとこだけこうやるだけでもこんな風に変わってきたりとかします。だからこう昔の絵とかを加湿する際に、その時になかった知識とかセンスとかっていうのが実はもう身について、永井さんもねお若い方なんであれですけど、まだまだこう伸び盛りですからね、成長期です。うちのチビみたいなもんですよ。うちの下の子なんかもう靴がもうパツンパツになって痛そうですんでね、ぼちぼち買い替えてあげやんといかんなという感じですけども、お兄ちゃんのお風呂ばっかりやったら買いそうやなと思うんですけど、大体お風呂ですけどね。で、ちょっとこういう、こう、皆さん絶対成長してますので、あれ、昔の絵、ちょっと捨てる前に加湿してみようという時に、書き込みということもあっていいけど、ちょっとこんなこともやられたら面白いと思いませんか。
で、そんな感じで、あ、ここにもしかして色をちょんちょんちょんと展開して、でも誰もそんなこと知らないですもんね。ここに赤があるとか青があるとかね。こういうこともちょっと覚えられてもいいかなと思います。はい、次の作品に行きたいと思います。こちらの作品です。うい、これもしっかり絵の具がゴテゴテ乗られているな。なんかこういう作品は、チャコさんですね。ボタン F45 と、油絵なんですね。これ合ってるのかな、ボタン。いつもありがとうございます。ほとんど毎日先生の動画楽しみにしております。私のかな、マンションに咲くボタンを描いてみました。あれ、前回もボタンが咲いてる方いました。すごいですね。下に描いた葉の流れが、缶ボタンっていうのと普通のボタンって全然違うんですか？今ちょっとふと思ったんですけど、下に描いた葉の流れが同じ方向になってしまったのが気になります。横に流れる葉もあったらよかったのかなと思ったりしてますと、よろしくお願いいたしますということで。ね、ボタンってこの時期下の葉の流れが、あ、確かにね。確かに確かに。でも、いや、僕何が気になったかって初めに、これ、画用紙かなんかに描いてるんですか？画用紙かなんかに油絵で描いてるのかなと思って。アクリルのことかな。なんか油絵を紙に描くってなかなかこうちょっとリスキーやなという感じがするんですね。まあ、多分アクリルでいいかな。どっちかちょっとわからんけど、油絵はどうしても紙やったらこうね、波打つから、バキッとす、完全に乾いてから結構割れやすかったりするので、紙って少しこうね、湿気とかによって伸縮とかしたりとかするので、ちょっと怖いかなと思って、そこが気になったんですよね。でもなんかこう絵の具のマチエルみたいなのとかはすごいこうしっかり乗ってて面白いですね。こういうところとかにこうグイグイグイとこう乗せてきてる絵の具みたいな、なかなか面白いですね。もうこの方おっしゃってるような下の葉っぱのここでしょうね、ところというのを少しこうなんかいじってみましょうかね。せっかくやったらね、自分でおっしゃってて気になるんやったら私の方で直してあげましょうみたいな感じですよね。なんかここのところにちょっとなんか違ったこう面みたいなの持ってきて、でもそうなってきたらなんか上とかにも欲しくなりますけどね。上とかにも、ちょっと暗いこう色、画面のこう構成みたいなの色とかが欲しくなってくる。僕だけかね、僕だけどうなの、知らないよ知らないよ。北海道でこう飲んでる方が言われたんですけど、まあ、昔みたいななんかわけわからんことを言う回もぜひお願いしますと、結構ニコヘでどんどん脱線してわけわからんこと言ってたこと多かったと思うんですけど、ああいうのもお願いしますということでね、これからちょっと増やせたら増やしていこうかなと。ちょっと周りに暗いのピョンピョンピョンと置いてみました。まあ、構成する意味でもね、ちょんちょん、どないでっか。なんか画面ペッて広がりません？このモチーフだけギュッと書いてあってペッて広がっていくみたいな感じってありませんかね。でもうちょっと右の方にもね。で、こういうことなんですよね。なかなかね。こういうことって実際にこうなんかね、書いてみたり、視線と気づけへんかったりもするし、こういうふうに加筆されんとわからんかったりもするし、まあなんかこう映画とかの場面とかを見てね、素敵な映画とかすごい好きな映画とか、何が好きなんやろなと思ったらその世界観が好きとかっていうのはあったりすると思うんですけど、その一番好きな場面とかをバッとこう止めてね、そこを写真かなんか撮ってね、パソコンとかで見てたスクリーンショットとかして、その構図とか勉強してみたら面白いですよ。それだけでもなんかね、そのまま書いたら著作権引っかかりますけど、あ、こういう構図になってんやとか、あ、こういうあれになってこうなってんやとかね、そういうのも勉強になると思います。まあすごく書き込みとかいいので、ちょっとしたこと、こういったことちょっと自分でもうっすら気づいていることに対して、iPad を持ってらっしゃるんやったら、それで写真撮って少し編集みたいなんで、なんかペンとかの機能、簡単な機能はありますので、指とかでこう書いてみられたらいいんちゃうかなというふうに思います。いろんな確認の仕方とかもありますのでね、はい、頑張ってください。次の作品はこちらでございます。おい、こちらの方ですね、こちらの方でございます。 F100行痕跡、いつもありがとうございます。今回、3回目の出品ですと、昨年こぼてに出品した作品です。この世とあの世の間に何かいたような空間をイメージして描きました。マグロ船で使われていたガラス玉、透明感が出なかったです。2年前にもガラス玉を描き鬼好評で見ていただきました。その時の先生のアドバイスがいつも頭に浮かびます。絵の具が物質に変わる時が来る、難しいです。少しずつ自分の描きたいものを表現できるようになってきた、なっていきたいですと、構成も含め鬼でお願いしますと。推進、3月にメンバー限定でアドバイスいただいた作品、シナプス100号一石。うわ、すごいじゃないですか。 MC 賞、これ何の公募展なんですか。僕ちょっと調べようかなと思ったんですけど、よくわからなかったですけど、すごいじゃないですか。一石って一番ってことで、シナプスが、でそれってこれで合ってるんですか、これで合ってるんですか。
これ途中で見てくれって言うたやつでしょ。でなんか僕これ確か言うた記憶なんとなく、これ地平線にしてこの辺なんかあってとか、影がどういう風に落ちてとかなんかしてみたらどないでっかみたいなこと言うた言うたとか言って覚えて、いやおもろいなと思ったんですけどね、これで合ってんのかな、ちょっとこうなんかこれやったような、これ途中ですけどどないでっかみたいな。それ完成したやつも見たかったな、おっちゃん見たかったな。この方和歌山の方やったっけね、なんか確かそうやって、あ、和歌山みゆきさんですね。佐賀まで来てくれた方ですか。和歌山の方も 2,3 人来てくれたんですよね。ねえ、いやーすごい面白いなと思います。ちょっともう引っかかるのは逆に、これいつも絶対書くじゃないですか。これ自分のもうなんかにアイコンみたいになってはるんですか。アイコンみたいになってて、まあどっちでもいいんですけど、なんかあまりにもこれ強くて、なんか他のところのシュールな世界観が絶対これを書くぞと思い込みすぎてんのか、周りのシュールな世界観みたいなのが弱まってしまっているなーっていうので、なんかこうもったいないなーと。なんか普通にこうパッと見た時に、なんかこうあの公園のベンチみたいなところにこのマグロのなんかの浮きかなんかと貝殻が置いてあって、で後ろなんか木かなんか山かなんかがあんのかなとか、あれなんでこれ牛骨あんのかなと、どっちかというと初めにこの、この子らが見えてきてしまって、世界観みたいなものというよりもどちらかというとそのモチーフという単体が見えてきてしまったんですよね。で前もここで言ったかもしれないですけど、僕好きな作家さんの中で浅田博士先生っていうのがおられるんですね。浅田博士先生、まあぜひこうインターネットとかでも調べられたら出てくると思いますから、興味あられる方見たら、あのお名前だけでもちょっと僕はすごい好きな絵描きさんで、浅田博士先生っているんですよ、うん。京都一律、ね、ややこしいですよね。京都造形っていうのが名前変えはったから、あの私もよう分からないようになってますけど、京都一律の昔先生されてた方で、ものすごい僕は好きな作家さんです。多分ねこの方好きですよ。あのぜひ見られたらいいと思います。でなんかこうモチーフとかもこう海のものとかもモチーフ描いたりとかするんですけど、うん、ちゃんと背景と馴染むように、そしてシュールレアリズムとして、これやったら本当にこう椅子があってで何かがあって何かがあってとかっていう説明に始めになってしまうんですけど、せなくて世界観の中で、ああなんか椅子があんやなとか、こういう浮きがあんやなと、後で後付けでこう見えてくるような感じになってきたらいいなと、すごい難しいことですけど、思って、見てしまいました。ちょっとそういうのとかも見られたら面白いんちゃうかなというふうに思います。あの悪い作品ではないと思いますけど、ちょっとこう僕の見え方としては、順番が浮きから、あこれなんか公園かなんかかなとか、あそして貝が落ちてんのかな、おいなんで牛骨があんの、あれ木の根っこがあるやんかっていうより、世界観がボンとこう見えてくるようなスタイルをちょっと探されてもいいかなと。難しいこと言うたな次の作品に行きます。今自分で喋りながら、あ難しいこと言うたなって思いましたよ。はい、難しい。夕方のリンゴさん、夕方のリンゴさん、北のリンゴさんもいましたっけ、何だっけ、ガクアジサイ、ワトソン F6 号、先日アジサイの初心者編見て、これなら私にも描けるぞと張り切って取り組みましたが、ひどいことになりました。いよいよアジサイの花も微妙に違いましたが、にじみと塗り残しができそうでない、できないです。説明はわかるのですが、やってみると難しいです。ホワイト使ってます。暗くなる部分の色のが納得できていませんが、何を強くしたらいいかわからなくなりました。優しく好評お願いします。でも動画10回くらいは見返してますと。動画見てもね、できへん、もうできへんちょこっちゃね。なんかね、肌悪ないんすよ、これ。悪いところってね、どこかっていうと、もうはっきり言うと背景なんですよ。で、そんなにこう無理せんでいいのになと、こう反転させましたよ。例えばここのところとか、ここのところとか、こういうエッジね、こういうのとか、こういうところ、ここのグラデーションだけまず覚えられてみてくださいよ。それだけで絶対違いますから、グラデーションの付け方みたいなのちょっと覚えられると大丈夫できますって。でも本当にもうモチーフのもう周りのとこだけでいいっていうぐらいの気持ち、僕がやったような感じでいいので、あの初めはもうあの後も僕ほら欠けてしまうからピュッと書いてしまうんですけど、もっと簡単にしたらよかったね、ごめんなさいね。もっとこの辺をもう水でふわーっとこう溶け合うようにこうグラデーションで、何の動画でしたっけ、忘れた。新緑を描くかなんかで8個ぐらい5技法ありますみたいなの動画上げたと思うんですけど、あん中のグラデーション、もうこれだけまずやってみて、これどうですか、
ね、反転させた状態ですよ。こうレイヤー外します、背景のところ。で、これを今ね、自分で見られていたらあれですけど、ペッとして、どないですか？もうこんなんでよくないですか？で、初めはその、本当に周りの方までやろうと思うんじゃなくて、もう本当にモチーフのもところだけでいいですよ。ところだけでっていうぐらいの気持ちでいいので、もう本当にその辺っていうのを初心者やなと思ったら、それがちょっとずつ増えてきたら、ね、他のところとかにもモチーフがこう増えてきたりとかすれば、あとはそこと、これやったらこっちの方足らんな、思ったらこの辺とかに、少し書いてあげてとかっていう風にしていくぐらいの気持ちでいいですよ。そうやないとね、本当に大きな面をドーンと塗ってしまったりとかすると、ウィッタ変やとかっていう風になって貼りますので、皆さんね、大変でしょう。頑張って。ね、適当なこと言ってますけど、本当にそうなんですよ。でね、こういうとこなんかもね、ちょっと葉っぱがありますせとかっていう風に、ちょっとこうかけてきたりとかするだけで、ちょっと印象変わってきますよね。やっぱ周りなんですよ。逆もしかりなんですよ。これやったらもう周りのところをもうもっともっとあのでかして、黒かなんかででかして、でね、不透明して一番でかくして、あれキャンセルキャンセル、これビュー、あちゃうわ、これを一回外しといてこうしときますよ。もうせやったらもうこれぐらいに、これぐらいにしてあげてもよかったんですよ。もうだからね、これぐらい、こんなんでもかっこいいと思いません？ご家族の方で言うたってください。大丈夫よ、お母ちゃんとかお父ちゃんとか誰か知らんけど、あのご家族おらんかもしれませんけどね、あの適当に喋ってますけどね。これぐらいだとかっこよないですか？どないでっか、ほれ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 、どないですか？かっこよないですか？ほれほれ、どないですか？もうかっこいいじゃないですか。そこなんですよ。そこ。もう本当にこうね、それよりこっちでもいいし、こっちでもいいし、ほら。ね。おっしゃー。ほら。こら。ね。ねとか言ってね。だから本当にそのあたりっていうのはもう周りのところなんですよ。でそこのところ、頑張ってというか、もうね、グラデーションを練習してみようとか、もう端の方まで逆に振り切ったるぜとかっていうこととかをちょっと、覚えられてみてもいいかなと思います。ね？ね？いいでしょ？はい、次の作品に行きたいと思います。悪ないんですよ。ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価に出してみませんか？鬼高評価に出すにはメンバーシップの会員登録が必要となっております。メンバーシップになるには本チャンネルですね。皆さん見ているのはこれサブチャンネルの鬼高評価と言いまして、本チャンネルの方のメンバーになるというところがございます。こちらから入っていただいて、メンバーになっていただければと思います。ちょっと詳しくは、こちらの動画とかを上げておきますので、よかったらそちらをご覧いただければと思います。それでは本編どうぞ、待ってます。こちらの作品です。お、面白い程度でしたですね。ボンの羊さんですね、よろしくお願いいたします。とボンの羊70、まだ42歳、若いね、全然若いね。76歳、カノンを引く手、鉛筆殺筆画用紙。76歳になる、妻のおじいかなが全く未経験の状態でキーボードを買って、パッフェルベルのカノンという曲、どんなやったっけ、まあいいや、に挑戦している動画を見て感動し、どうしても演奏しているこの手を描きたいと思ったので描いてみました。指がうまく動かなくてもカノンを弾きたいという目標に向かって一生懸命演奏しているその手に、人生そのものが見えた気がしたので、鍵盤の右から過去、現在、未来と時間の流れを想像して、これは難しいな。未来から光が差して、過去から現在と未来と向かっていくカノンを演奏する、おじを照らしているようなイメージで描いてみました。よろしくお願いいたします、ということなんですけど、難しい。右から光が来てる、あ、こっちか、こっち側から来てるってことか。ああ、そういうことね。あ、言われんとなかなかわからんかった。そうやったら影ちゃんとつけてあげたらどうですかね。影とかちょっとつけてあげたらよかったのになーとね。影が点々ちゃんとこう速攻になっていって、なんか指が浮いているところは浮いているような影が落ちているとかっていうこととかが少しこう書かれてきてもええのになぁとこう思いますよね。で、右の方の手っていうのはもう少しこう暗くなっていったりとかしているとか、ちょっと影を描いてみました。それだけでこう印象変わりません？チュッ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 。まあ、殺筆で擦るだけじゃちょっと厳しいですけど、ですね。で、こうせっかく手描きたいんだったら、こう鍵盤
のところというあの鍵盤のところの黒さだけじゃなくて、もうちょっとぐーっと引き締めるようなこう黒とかを入れてあげてもいいのになと、せっかくやったら僕やったらこうあのぐーっと指とかのところとかに、どこ書いてるか分かりますか、分からんかったら後で言いますから、ちょっと待ってくださいね、はい、逃げないでくださいね、ぎゅーっとこう影をぐーっとこうしてあげて、ぐー影とか、暗い中とかにこうぐっと引き締まるような黒さみたいなのをぐーっと入れてあげたりとかするとね、どうですか、手首のシャツの襟のところっていうか、こうね端のところみたいな、もう喋りながら絵描いたら何喋ってるかよく分かってないですよね、よう間違うでしょ、気にせんといてくださいね、もう適当なんでね、ぐーっとこう黒さみたいなのつけてあげて、ちょっと立体感みたいなの出してあげてね、こうやってドゥーっとこんな感じでちょっとドラマチックにしてみました。手のところに少し黒さとか明暗とかをつけてみました。かっこよないですか、せっかく自分でこのテーマ言うてんのにね、光があって影があってみたいな、そこの落ちてる影みたいなの書いてないのが、うわもったいないなという感じがしますよね。惜しいですね、皆さん惜しいのが多い多い。でなんかこう、昨日かなんかに言うてたあの少し光、影の方のところの輪郭っていうのはちょっと明るくなりますよ、というか影っていうかね、落ちてる方の輪郭明るくなりますよとか、よいしょ、今度は影の方とか光の方とかの輪郭は暗なりますよとか、ちょっとそういうことをしてみました。どないでっかね、それでだいぶ印象変わるんじゃないですか。どこ加湿したのっていうのをちょっと言うときましょうか。ここのところに、外側から暗いのペット持ってきてます。ここのところ、輪郭のところ少し明るくしてます。この辺に落とした影を描いてます。そしてこういうところを引き締めるような黒をググ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 グというふうに置いていってます。そういうのに注目しながら見てみてください。ね。っていうところを自分でこうね、せっかくテーマを決めたんだったら、そこにこう絶対にこう妥協せずに持っていかれてみてもいいんじゃないかなと思います。次の作品こちらです。よっぽど楽しかったですね白馬シリーズ3回目です。雨の日の屋内のライブ午前の部です。近くで色付けまではもちろんみかん、それは生配信を耳に心地よく贅沢な時間でした。私は目に飛び込んできた大きな木を2本、フラットな絵でその場は終了。我が家に戻ってから加湿したものです。私の気づきです。先生は白樺のある雑木林を木を周りから奥の木々を線の太さで描き、色のトーンと合わさって奥行きを表現。大きな収穫でした。どこのこと、後ろそうかな、後ろ、これだから解体をくっつけてるんですね。このなんかブッサイクのおっさんが一人おんなと思ったんです。これ私なんでしょうねこういうのちょっと解説してみましょうか。遊び心をねちょっとぐらいあってもいいかなと思いますけどね。よいしょ、ディンディンディディディ、あ、ちょっとなんか汚いね色がね、でーんでてん、これはフットツツ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 ツ、あの顔の部分を少しいじってみました。はい、おじさんの顔だけをいじりました人物まだまだこうあの勉強があの必要そうですね。この方々はすごい他の方々似てますよ。ああ似てますね、誰だ、笹葉さんとかねね、ちゃこちゃんとかね、あのはい、なんかね、あのはい、あはい、チコちゃんとかね、あの似てますよ。ああ皆さんね、また白馬にぜひ行きたいですねっていうことです。あのここのでも形はよう分かってますね。こう非常にあの後ろのこう形みたいなのは非常によく分かってらっしゃるなという感じがして、形の出し方とかっていうことにやっぱりね、本場を見たらね、筆パレットとか、あ、大きいないいと思いますので、このモチーフとこの前の関係みたいなのとかはもっと出してあげていいです。
もっと出してあげていいです。ここのこう形の出し方みたいなのとかはすごくいいので、もっともっと前に出してあげるような工夫を少ししてあげてもいいかなと思います。ちょっとだけグレーズをして、おきますけども、よいしょ、少しこういうところのこう前後関係だけは僕は初めにボンと出していたでしょ。でそれなんかすごい言ってたでしょ。でそういうのがもうちょっとこう出てきてて、そして後ろとの関係みたいなのが書いていけたら、もっと良くなると思いますので、そういうこう場の設定、状況の設定みたいなのっていうのを一番初めにこうやってあげたりする。でそれはすごいこう書いてる途中も意識をしてあげるという気持ちをしっかり持って、されてみてください。はい、次の作品です。こちらですね。あと3枚ぐらいかな。こちらの作品。おお、ようなってますね。これね。へえ、これは何？こっち。こちらの作品ですね。川戸浩二さん、68歳。葵の花。ありがとうございます。G ね。シナベニア GS 60×46cm。ちょっとね、シナベニアの60センチぐらいになってくると、皆さんちょっとパネル状にしてあって、プラス何かをかませた方がいいですよ。僕、あれ推奨してないですからね。何度も言ってますけど、小さい僕3号とかそんなんでやってるんですよ。で、それも、何度も言ってますけど、もしこう、何かをかませたら、それも一応素材として書かなきゃいけないですよ。工房店とかで、パネルに、面の布とか。ジェッソーとか。ちょっとこれを直にやってるとなると、僕は保証は絶対しないですから、ひび割れ起きてきたりとかしても知らないですよ。近くの作り酒屋さん、今は作ってませんに、毎年葵の花が咲きますと。梅雨の晴れ間にピンクのと白の花が生えて美しい景観です。主役の花と葉の表現ができていませんが、花を手前にして大きく描くべきでしたということですね。ちょっとそのでっかいさ、60センチっていうことは25ぐらいかなっていう感じなんで、12号、25。それに直で書いてたらちょっと怖いなっていうふうに思うんですけど、ね。なんかこれウェットオンウェットっていうか、一発書きに近いんでしょうけど、ようなってきましたね。まあ、形は写真の転写かなんかだ、ねんでしょ？これ多分ね、これ、パッとこれ撮れてんやったらすごいなっていうふうに思います。まあ、写真っぽさが抜けてきたら、ええのになと。どうしたらいいかな。例えば、まあ、こういう、こう、下の方、どうしたらいいかな。前後関係の出方みたいなのがちょっと弱いというのが、まあ、写真っぽさに見えてくる要因なんでしょうね。こういうところとか、ね、こういう、いろんな3つの要素があるわけですよね。花があって、後ろのこう、屋根があって、緑があって、また屋根があってとかっていう要素とかを見ていると、あんまりこう考えてやられてないなと。ただ絵の具を置いていったなっていう。で、こういうところで奥行きとかっていうのが出せないと、やっぱりこう写真っぽさみたいなのは抜けないんですよ。ねえ。現場で書いてたらもう謝罪ですけどね。ねえ。やっぱ後ろにある、うわぁ、難しいな。ここどうやって書くかな、僕やったら。難しいな。難しいな。それでこの空の面積も難しい位置にありますよね。上難しいな。この大きい面積みたいなのも結構心地よくあって、ここの青なんかもすごいサイドが高くて、なんか難しい、いろいろ難しい要素があるな。どうするかな。こんな悩むと思わんかったな。パッと見たときは、パッと思ったんですけど、こんなに切るかな。なんかいろんなモチーフ、まあなんかこう、主役級なのがいっぱいありすぎるなと思って、この白い作り酒屋さんのこうね、土塀みたいなやつとかも、どんと強いから、ここも目が行くし、青い空、鮮やかな青い空も目行くし、もちろんこの青いの花も目行くし、違うな。違うな。あ、書くの忘れてた。レイヤーをつけるの忘れてました。よいしょ。なんかいろいろ難しいですね。なんか欲張りな絵ですね。なんか欲張りな絵やなという感じがします。レイヤーつけてあったよな。どこやろな、難しいな。こういうところなんかな。どういうところやろな。難しい。この辺だけじゃダメやったっすか？この辺だけじゃ。この辺だけじゃダメやったんですか。なんかちょっとこう欲張りな感じに見えるところかな。空の面積も大きいし、こういうこう青さと白さの面積がドーンと同じぐらいやったりするから、ここのところに青いがもうちょっとこうあった方がええんかな。なんかすごい構図があまりにもこう後ろのこう背面の方が
いろいろこう要素としてあるから、手前の花がちょっと見えにくくなっているところというのもあるんかなとか、色の鮮やかさというのが結構両方強い、空と花も強いし、で明暗法もすごい強いし、なんかこういろんなこう要素で こちらがカオス状態に今入ってきたなという感じがします。すみません、次の作品こちらです。あ、これね、よく頑張って描きましたね。いつもお世話になってますと、 YouTube に出会い、定年後のお絵描きで人生が豊かになったまさやさん、あれですね、若さの方、岩さんじゃない、若さの方ですね。作品サイズは P20 と油彩、パネル、この辺も大丈夫かな、なんか直で描いてるんちゃうかなっていう推奨してないですよ、本当に何かかませたがいいですよ。海外線を走る道にある、霧の木を描きました、お願いします。まあでも、まあやめとこう。絵描きでいろんな人や物とつながることができました。この作品は6月にシビ展で視聴賞、うわー、おめでとうございます。わーとかいう効果音をね、入れるのめんどくさいんで入れませんけど、先生報告したくて鬼好評に出品しますということでね、よう描けてますもんね、どっか飛んでたね、よう描けてますよね。あー、そうですか、視聴賞を取るぐらいまでになってこられたというね、皆さん本当に力をつけていってるんですねっていう感じがしますよね。ぜひぜひこう皆さんの鬼好評価に出してみませんかこうやってね、こう人生が変わったとか言う人もいてはりますしね、わかんないですよ。まあ、うちの親父は62で亡くなったんですけどね、定年して田舎の方に移り住んで、なんかこう、そば作りやるとかいろいろやってましたけど、家庭菜園やるとかいろいろやってましたけど、ね、僕60ぐらいになったらなんかこう、本当にもう、チビの世話とか終わってたら遊びまくってると思うんですけど、絵も描くかわからんけど、なんかこの方はその60ぐらいで何かやることないかなっていう時になんかこういう絵を描くっていうことを覚えたっていうか始めたっていうことをおっしゃってたと思うんですけどね、それはいいことやなと思いますよね。ね、もう本当に僕はゲーセンとかチビ連れてね、やらせませんよ。ただそのアンパンマンゴーとかに乗せてるだけですけど、本当に中高年の方が皆さんこうずーっとなんかこうコインゲームジャラジャラとやってらっしゃるのを見るといやー、俺に時間くれといつも思うんですけどね、あれね、本当にね、ちょっとねグレーズしてるんですよ。だらだら喋りながらなんかやっとるんですよ。本当にね、俺に時間くれと、おじさんに時間を、ちょっとこうグレーズしてみました。すごいいいんですけど、左のもこう竹のところ、まあ、これ写真が光ってるせいなんかなっていう気はするんですけど、ちょっとここのところもうちょっと弱くてもええのになっていうのを少し思ったんで、ちょっと加湿してみました。木の方にボーンとスポット当てて、描いてあげてもええかなとね、ちょっとこう、どうしてもこういうのが写真的っていう風になってしまうんですよね。もうやっぱこれが見せたいと思ったら、そのモチーフをガッと見るんですね、人間ってね。でもその竹やぶとかも写真撮ったらやっぱりそこも見えてくるけど、人間の目ってそこ見るんですよ。で竹やぶとかをどう、じゃああとどうやって処理するか、人間のこう目、自分の感動をどうっていうことを覚えられていけばもっと良くなると思いますよ。私たちは誰も知らない、ここに竹やぶがあったなんてことを誰も知らない、この今を視聴してる1000回ぐらい大体視聴されてますので、誰も知らない、知ってる人いたら、ここ竹やぶあったのに書いてへんやんけまさやんっていう突っ込む人がいたらぜひ教えてください。誰も言いませんのでね、その経てる絵作りというのを本当にもっともっと覚えられていけば、技術的なものというのは多分すごくこう良くなってきているんですけど、でそういうところで公募展とか出す時っていうのはね、絵を作ってるということにしないとなかなか賞って難しい。これね、まあ町のシビ店レベルとかだったらその辺は OK ですけど、もっと上のところとか難しいものになってくるとなかなか厳しいですよ、ということでございます。これ最後になるかな、最後の作品でございます。こちらの作品でございます。これ、寒桜かな、これかな。久美子さんということで、桜とメッセージ、アルビレオ B5。少し前に母が育てている鉢植えの桜を描きました。盆栽と呼ぶのが正しいでしょうか。大変可愛らしい桜です。鉢は描きませんでした。バッグも塗った方が良かったでしょうか。公表お願いしますと。仕事が立て込んでいて、うわ、連続勤務12日目です。うわ、やっと落ち着いたので、次の土日は楽しみに、やっと描けます、ワクワクですと。振り替えで休みを取るのでブラックではないですブラックですねどうかということなんでございますけども、背景描かなくていいですよ。この下は結局は何なんですか。鉢は描かなかったけど、これ何ですかね。
これもうちょっとちゃんとしておけばだいぶ印象違うのになと、なんかこう、まあ一輪挿し的なものを勝手に自分で作られるんやったら作られてもいいと思うんですよ。まずこう下のところの曖昧さみたいなのを、どれかな、これぐらいでいけばいいか、下のところをなんかこう自分でこうなんか一輪挿し的な感じにこうしてあげて、でそこに影が落ちてるみたいな感じにしてあげるっていうだけでだいぶ印象違ってきますよ。ビューとね、一輪挿しにこうしてあげて、嘘つくんやったら徹底的に、先ほどの正也さんも同じですけどね、中途半端に やったらバレてしもたらね、本当に一輪挿しみたいな感じにちょっとしてみました。影もないけど、どないでっか、それでだいぶ印象違うと思いませんか。でそこにちょっと落ちてる影かなんかだけでもひょっとこう描いといたらね、だいぶ違ってきますよ。ビュー、これにしてビューっとして、あ、ちゃうわ、これにしてピューっとして、シューっとこう影かなんかを落としてあげて、ピュー、あら、ピュー、あ、そうか、下のが出てくるんやな。ちょっとこう影を落とした感じで、あとはね、ちょっとゆっくり手を動かしてみてください。絵の具をこう溜めて、なんかこうグラデーションにして、もうちょっと溜めてとか、そのゆっくり手を動かすということをして、こう絵の具シャシャシャって描くんじゃなくて、真ん中あたり描いてます。くーっと溜めて、なんかモチーフの端のとこに絵の具が溜まってきてますよとか、あ、それによってこう花のこう影になってますよとか、なんかね、やっぱブラックなんちゃうかなボソボソ言いながらね、やっぱね、エンジョイライフですよね。ちょっとこう絵の具をこう溜めたような感じっていうので、少し今描いていってますね、どこ描いとんねんシリーズですけども、ちょっとレイヤー外します。ここ書きましたよ。ここ書きましたよ。画面の全体で引きで見てくださいね。それだけでもちょっと印象変わりませんか？キュッと。画面の中で、じゃあ他のとこ少し書きますよ。上の方ちょっと書いていきますよ。え、ブラックじゃないのかな？ブラックなんです。12連続勤務とかまあ考えられないけど。ね、大変ですよね。僕でさえ高校5日間ね、6日間とか5日間ね、あったけど、毎週月曜日定休日にしていたという話、どっかでしたことあると思うんですけどね、体育と音楽がないからもうあんまり汚いなと思ってね、ちょっとね、おサボりじゃないですよ、お休みを勝手にね、自分で勝手に、お袋も呆れて自分で電話しーって言うてました。ちょっとね、上の方書き、書きましたよ。ここね、ちょ、ここの書きました。少しこう絵の具を止めるっていうような気持ち、思って書かれてみてください。そうするとほら、印象だいぶ変わりませんか、これ。ね。で、もう背景なんかなくて全然いいです。全然いいです。で、こういうふうにちょっとこう、とどめて描いてあげるみたいなことをして、ちょっと見せ場を作ってあげて。ね。全部をこうだーっと描くだけじゃなくて、この中でもここだって、ゆっくりね、紙と筆と絵の具でこうやってこう試してこう止まれとかね、グラデーションとかっていう風にやっていけば、だいぶこう見せ場みたいなのも増えてきますので、もっと良くなっていくかなと思います。ちょっとこういうことをぜひこの週末、これが公開されているの日曜日ぐらいかなと思いますので、ぜひ頑張られてみてください。158回は以上です。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくです。